これあの、太ももいきますね。いったあーあーちょっと待って、あーちょっと待って、ストップ大丈夫、大丈夫大丈夫、いけるあ、そうか、あ、痛い痛い痛いここあーちょっと、いや、痛いされることが多いので疲れがね溜まりやすいです。あーあーどうぞ。マジかマジか。太ももでこんな痛いと思うかった。そうでしょう。ああ怖い怖い怖い。ああ怖い怖いこれからが怖いよ。そうずっと怖いですよ。気持ちいいとか言って受ける人もいるから分かんないよね。すぐ耐えられへん、もうどうやもやわ。あいっさい。つけたでしょ、そこ。はい、もう逃がさない、もうだって。あそれだあった。本当はこうしといてほしいんだけどね。あ、マジか、耐えれるかな。それは知りません。今日電車ですか。車です。気をつけて帰ってね。いや、すぐ乗らない。とりあえず車で放心状態になるんだ。大丈夫です。オッケー。うん、あーちょっと見て、持っていきたいよ。あー泣ける。泣ける。あー慣れない。だって緩んできたら場所移動するからね。まだ足なのに。
まだ足なのに。まだ足なのに。あ、下暖房入ってるから切ろうか。ああ。まだ、ね、暑かったら言ってね。暑い。暑い。じゃあ行きましょう。で今からねお尻触っていきますけども頭からこう神経が出てて、はい、お尻の疲れを背中の疲れとか腰の、肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまうことが結構多いんです。なのでお尻しっかり緩めていきますよっていうことですね。で私がわざわざ説明したってことはそう痛いんです。知ってる。